J.M. マクファーレンの著作の図版ダーリングトニア、カリフォルニカダーリントニアカラフォーニカトールは、サラセニア科の食中植物。筒状の葉の先端が丸く膨らみ、下側に口が開く。また口のそばに垂れ下がる付属体がある。北アメリカ西岸の一部にのみ分布し、本種一種のみで独立属をなす。サラセニア科の他の植物と同じように、本種も葉が筒状になり、そこに、 虫が落ち込むようになっている。ただし葉の先端は大きく膨らみ、その仮面に入り口があり、さらに入り口には先が二つに分かれた付属物がある点は独特である。膨らんだ長短部は光を通し、昆虫が入りやすくなっている。花は花弁が寄り合って、おしべとめしべを包み込む。花弁同士の隙間にその縁がくぼんで穴になる部分ができ 昆虫はこの穴から出入りする。北アメリカ西部のごく限られた湿地にのみ分布する。生息地は冷たい水が流れる場所に限られる。面白い形の食虫植物として栽培されることもあるが、夏季の高温を嫌うので日本での栽培は難しい。学名としてはクリサンフォーラ属クラサンフォアも特にアメリカで使われた。英名はコブラプラントで立ち上がり、 先端が膨らんだ葉の形によるものであろう。和名としては、乱中層があり、これは膨らんだ葉の先端からヒレ状の付属体が下がるところを金魚の乱中に見立てたものである。地下の根茎から葉を根室状に出す多年生草本。地下に補腹形を出し、周囲に新たな芽を出す。葉は、長さ12から15センチメートル、筒状で先端が丸く膨らむ。葉は、 よじれて立ち上がり、先端では、側が外を向き、先端に横向きに開く口を包むように、その上が大きな頭上に膨らみ、さらにその口の中六の延長が左右二辺に分かれたカイゼルヒゲ様の付属体となる。この膨らんだ部分は脈管が透明になり、光を通す。家程は直立して、分子はなく、高さ36から100センチメートルに達し、 先端は下向きに曲がり、そこに単独の花をつける。花弁は卵円形で、円は脈打ち、エビ茶色から紫を帯び、長さは4から5センチメートル、幅は約1.5センチメートル。額は5枚あり、肥心型で緑色、長さ3から5センチメートル、幅は8から12ミーマイモー。花形には途中に筒のような輪辺が6から9個ある。 湯水は12か15本、中等は5列する。開花時、学編はやや平らに広がるが、花弁は互いに寄り合い、先端も互いに接近して、湯水や沈水を閉じ込める形になる。この時、花弁の円の中央にくぼみがあることから、互いに寄り合った時にこのくぼみ同士が向き合って穴ができる。つまり5枚の花びらのそれぞれの間に5つの穴ができることになる。 高下昆虫はこの穴を出入り口として利用する。本種はいわゆる落とし穴式の食虫植物である。落とし穴の入り口は膨らんだ葉の先端の下にあるが、この部分を下から見上げると葉の透明部から光が入り、まるでステンドグラスのようになっている。さらに入り口周辺や付属体には多くの密性がある。 これに誘われて入り口から入った場合、昆虫は外に出るのが困難である。内側の面は滑りやすくなっており、昆虫はそのまま下に落ちる。なお、この植物は幼児には小型の補虫葉をつけるが、これは立ち上がることなく地上に這うように伸びる。これは地上を歩くアリなどを捉えるものである。北アメリカ西部、オレゴン州の西部とカリフォルニア州北部にのみ分布する。生育地は、 蛇紋岩質土壌で表面に冷水が流れている場所である。根の周りの地温は常に摂氏18度を超えない。補腹系を伸ばし大きな群落を作ることもある。本種はこの一種のみで独立の属とする。サラセニア科には三つの属があり、いずれも落とし穴式の食中植物であるが、その補注用の形や、それに花の構造に明確な違いがあり、 区別は明らかである。本種の補注用は、筒の先端がドーム状に膨らみ、その下側に入り口があるもので、この点では、サラセニア族の姫兵士ソーエスシタッチナと多少似ているが、口の側に付属体を持つのは本種のみである。花の構造は、サラセニア族とは大きく異なり、サラセニア族の大きな特徴である、沈み先端が傘状に広がることもない。 新規な形の植物であり、食中植物であることから、観賞用に栽培されることがある。ただし、蒸気のように生育環境が特殊であり、時勢違いで生育させるのが難しい。特に夏の暑さには非常に弱く、日本では冷房装置を用いる必要がある。ありがとうございます。